新年明けましておめでとうございます。今ちょうど一区切りついたとこです。はい、ということで今日はお正月、アクアリスト、我々アクアリストのお正月どんな風に過ごしたかご紹介したいと思います。生き物を飼育している我々に休みはありません。基本休みはないんですよ。お正月も例外ではありません。今日は私先に水素メンテナンス、姫ちゃんと猫ちゃんたちは後でです。で、いつもより簡単に水替え。お正月の一発目は水槽の水替えからでした。最近は私の水槽と姫ちゃんの水槽合わせて約300リットル、水替え300リットルしてます。で、今日は2人で200リットルぐらい、だいたいそれぐらいです。それぐらいでした。水替えは基本的に1週間に2回の水槽が多いです。このメダカ、過密メダカ水槽は毎日、基本毎日やってます。と言っても床に溜まった汚れ、水はそこまで抜いてません。汚れだけ取ってます。常に3つ4つの水槽を同時にやってます。もうね、もう感覚で、やっぱりメダカ水槽でも水替えはかなり重要です。特にこの水槽は過密なので、ちょっと油断しただけで大量絶滅になっちゃうんですよ。かなり気を使ってます。ちなみに入れている水は汲み水です。もちろん温度管理しています。この水槽は120センチ水槽なんですけど、奥行き60センチ、高さ50センチあります。だいたい180センチ規格水槽と同じくらいの水量なんですよ。結構水入ってます。かなりの水量です。現在のレイアウトはよりスケール感、それを意識したレイアウトになってます。立ち上げ当初の水草と現在ではガラッと変わっています。その移り変わりを特に動画にはしてないんですけど、時系列で大体わかります。かなり変わりました。
大体1時間ぐらい遅れて姫ちゃんと猫ちゃんたちと合流しました。ほんとね、お利口さんなんですよね。それからお正月料理、おせち料理とお雑煮をみんなでいただきました。猫ちゃんたちは少しの間簡易ケージで我慢してもらいました。改めまして、明けましておめでとうございます。どうもサモリです。ちょうど今姫ちゃんと猫ちゃんたちお家へ帰りました。送ってきました。そのついでに神社でお参りしてきました。これから自分は追加撮影と動画編集です。姫ちゃんは編集とあれかな、夕ご飯ごちそう、それで忙しいはずです。で、今年の目標です。今年は去年できなかった庭に池、それとそれに伴うガーデン作り、お庭作り、さらにここに大型水槽やろうと思います。それに伴ってこの辺りもリセットするかもしれません。自分としてはここちょっとリニューアルしたいんですけど、まだ分かりません。さらにここら辺空いてるやつと、あるいはリセットかな、もう少し充実させたいです。池も、もしかして池の拡張もやるかもしれないです。というわけで以上、新年のご挨拶、お正月の過ごし方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。ごちそうです。子供もあって、これらもあります。いただきます。いただきます。